こんばんは、渋谷雄一です。8日間続けてきましたロック新春講座もいよいよ今日で最終回です。今日は一応テーマとしては73年以降のロックシーンを探るということなんですけれども、まあ73年から今年はまあ始まったばかりですけれども、去年76年までとしても73、74、75、76と4年間あるわけで、4年間の動きを一気にやってしまうっていうのは土台無理な話なので、割と73年ぐらいを中心に、それから割と後期までずっと後期っていうか最近まで演奏活動を続けてたり、一つの動きとして残っているアーティストみたいなのを中心に選んでみました。だから多分に年代的にぐちゃぐちゃになっちゃいますけれども、その辺はまあ現代までの流れと、それから今までの8日間のまとめと、そういった感じで聞いてもらえると非常に喋る方も安心して喋れるって感じです。まず一番最初、73年アメリカのロックシーンで注目されたのはナンブサウンズのこう非常に台頭ということですね。アル・クーパーがあのサンド・オブ・サウスなんていうレーベルを作ったり、それからまあオールマンは前から見受けられましたけれども、オールマンとかその他のグループの、マーシャル・タッカーからレーナード・スキナーと、そうしたグループ、それから、エリック・クラプトンが、1月にはレインボーで2年ぶりのコンサートをやったりして、だん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 イギリス離れをしながら南部サウンズっていうんじゃないですけれども、アメリカの音に流れていたエリック・クラプトン、そういった感じでこの年の初めは割とアメリカの南部中心のロックみたいなのが注目されていたわけです。でエリック・クラプトンが、ソロアルバムっていうか、レイラ、デルク&ドミノスをやめて、その後完全に自分自身独立して、アルバムを作って本格的にレイドバックみたいな感じで演奏活動を始めたら、まあ73年じゃなくてその後半に当たるんですけれども、ここではまあ南部サウンズ、あるいはアメリカのそうした音が注目されている、それからレイドバック、そうしたことを全て象徴させて、エリック・クラプトン君の、461オーシャンブルーバードというアルバムから、これは大ヒットナンバーですけれども、 I Shot The Sheriff を聴いてもらいます。 I Shot The Sheriff。Let's go.
エリック・クラプトンでアイショット・ザ・セリフを聞いてもらいました。あとこのアルバムがですね、正式に発表されたのはこれは1974年ですね。74年の4月ぐらいにアルバムが、突如カムバックといった形で発表されて、その後ツアーが行われたりしました。さて、今までずっとやってきたロックの流れは完全にアメリカとイギリスを中心だったんですけれども、これぐらいからいわゆるヨーロッパロック、PFM とか、それからフォーカスとか、そうしたグループもいろいろ出てきまして、通内の活動を始めてるわけです。で、一番人気もあったし、注目を集めたのは何といっても、オランダのロックグループ、フォーカスなんですけれども、このフォーカスの衝撃のデビューというか、一番センセーショナルなコンサートというのは、これ1972年に、第11回ナショナルジャズブルースロックフェスティバルという、これはどちらかというと、ジャズ系のアーティストが割と多く出てくるコンサートなんですけれども、そこに登場して、センセーションを巻き起こしたわけなんですけれども、その後どん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 人気が上がって、日本でも非常にレコードが売れました。それからアメリカでもなんと、ここのグループのアメリカではない、イギリスでも、なんとここのグループのイアン・アッカーマンというギタリストがギタリストの人気投票部門でエリック・クラプトンを抜いたという画期的な事件がありました。彼らが来日して、そのことを聞いたらなんか非常に嫌な顔をしましたけども、どういう違和感わかんないけれども、とにかくアメリカ、それからイギリス以外のところでこうした人気グループが出てきたっていうのも、新しいロックの流れとして注目していいのではないでしょうか。ではフォーカス2を聞いてください。